川崎徹は日本の CM ディレクター。東京都生まれ。妻は元フジテレビアナウンサーでプロデューサーの桜井一久子。早稲田中学校、高等学校を経て早稲田大学政治経済学部卒業。電通映画社に入社し、1971年から CM ディレクターとして活躍。1977年の金超るのトンデレラ。 シンデレラや1980年以降のキンチョール、ハエハエカカカキンチョールや、富士フィルム CM での、それなりに、サントリービール、生だる CM の、いかにも、一般大衆が喜びそうななど、数々の流行語を生み出すヒット CM を生み出す。1980年代には、伊藤重里や中畑隆らと並んで、コピーライターなど広告クリエイターが脚光を浴びる。 広告ブームの立役者の一人となる。1985年開始の天才、たけしの元気が出るテレビにレギュラー出演するなど、タレントとしてもお茶の間の人気を得る一方で、小説家や舞台の演出家としても活躍、マルチタレントぶりを発揮している。糸井と,と共に猫好き、読売ジャイアンツファンでも知られ、初期ニュースステーションの企画コーナー、ジャイアンツエイドには糸井。 国鉄広氏と共に出演していた。ナレーションに対する注文が多いことでも有名。例えば、化粧品、構成の CM で構成を、構成と発音していたナレーターに何度もダメ出しをしていた。小説も書き、猫の水に浸かるカエルは第32回、ノマ文芸新人賞候補に上がった。など多数。スバルジャスティの CM において、 映画、バックトゥザフューチャー作中の演出に似た演出を用い、東洋疑惑をかけられ、一時期謹慎を余儀なくされている。小中洋太郎、TV ニュース戦争これがキャスターだ。東京新聞出版局、1988年、P216、南ンバ工事、コマーシャルの展開点としての70年代、テレビだよ。全員集合自作自演の1970年代。 長瀬正人、と、大田昭一編著、請求者、2007年、P150、木村伝兵衛、谷川祐子ほか、新語、流行語大前1 9 4 5 2 0 0 5言葉の、戦後史自由国民者、2005年、P199 方線香る、ファッシネーション編、歌謡曲という快楽雑誌、良い子の歌謡曲とその時代彩り流、社、2002年、P105、森拓也、 アラウンド・ザ・ムービー平凡社、一九八十九年、P－ 十三。ありがとうございます。